Halo guys. Sebelum kalian nonton, jangan lupa untuk like dan subscribe. Enjoy. Okay, let's go. オールマイト先生としても君の負けだ。 世界総人口の約8割が何らかの超常能力個性を持っている世界で、かつて誰もが空想し憧れた職業が脚光を浴びていた。ヒーロー、それは頂上への警備、悪意からの防衛、市民の生活を脅かすヴィランたちから、そして名実ともにナンバーワンヒーロー、誰もが認める平和の象徴。僕は彼に心の底から憧れていたんだ。おお、もう大丈夫。なぜって、私が来た。彼の名はオールマイト。どんな状況でも笑顔を絶やさず人々を救ってくれる。さっ、そんな彼が言ってくれたんだ。無個性の僕でも君はヒーローになれると。ワン・フォー・オール、そして受け継いだ彼の個性、ワン・フォー・オールを。ワン・フォー・オール、夢は現実に。これは僕が最高のヒーローになるまでの物語だ。Let's go. Did I observe any other thing? さあぜ、お待ちかね。ストーリーモードの始まりだ。いよいよ始まった職場体験。僕はオールマイトの元担任でプロヒーロー、グランドストーリー。Let's go. UA 高校の一大イベント、雄英体育祭から数日、オールマイトの担任だったヒーロー、グラントリノから職場体験の指名をもらった。期待に胸を膨らませていた僕を待っていたのはオンボロの事務所、そしてご飯をこぼして転んでいるおじいさん。名前を言っても「誰だ君は、トシノリ」って全然通じてない。相当なお年とはいえ、これはやばいぞ。そもそも、トシノリって誰なんだ？トシノリ？僕、早く、早く力を扱えるようにならなきゃいけないんです。おい、だったら、あ、だったらなおさら撃ってこいや、受精卵小僧。修行だ修行、チュートリアル始めるぞ受精卵小僧。全ての攻撃方法を確認したら教えてくれ。
力の使い方が点になっとる。オッパー正義オッパー。オールマイトは教育に感謝、素人以下だな。見てらんねえから俺が見てやろってんだ。さあ打ってこいよ。かかってこい。このいい動きだ。しょうが。行くぞ。しょうが。この勢いで。でや。真上に。次。まだだ。この勢いで。衝撃は。押す。あ。この勢いで。はい。くるっと。この勢いで打ち込む。やるね。敵はアタック。くんろ。いい動きだ。チキショーガー。そこだ。打ち込む。すっ。真上にやるね。そこだ。打ち込む。そこだ。よっと。衝撃はえつなぐ。そこだ。打ち込め。よっと。いいぞ。おれ届け。打ち。いい動きだ。この勢い。いいぞ。でや。しょうが。やるね。やるね。せ。押しろ。おお。ぞへ。いい動きだ。いいぞ。いいぞ。そこだ。じゃあ、ぐるっと。そこだ。やるね。はい。いい動きだ。いいぞ。はい。いい動きだ。ふっと。ぐるっと。やるね。やるね。そこだ。はい。よっと。まだね。こちらから。いいぞ。ごめん。よっと。わ。かかってこい。よっと。よっと。よっと。何を企んでる。まだだ。いい動きだ。チキショーガー。そこだ。じゃあ打ち込め。おはぎ。この息。いい動きだ。そこだ。押しのげ。やるね。はい。そこだ。いいぞ。衝撃は押す。そこだ。いいぞ。いい動きだ。やるね。いい動きだ。届け。いいぞ。やるね。やるね。衝撃はいいぞ。まだ人いい動きだ。打ち込む。やるね。これなら打ち。いい動きだ。そりゃいいぞ。やるね。敵は撃ち。いいぞ。チキショーガー。そこだ。いい動きだ。いい動きだ。誰が撃った。いいぞ。相手が誰だろうと。そこだ。やあ。よっと。やあ。やるね。やあ。いいぞ。不意打ちだ。やるね。じゃあいい動
きだ。いい動きだ。これな。いいぞ。ごめん。不意打ち。やるね。よし。やるか。師匠が。レディー。クラッシュ。Go, old man. かかってこい。Fight me. どうや。うわ。つなげ。ジス。ごめん。まだだ。こちらから。へていけ。うわ。ウィー。やるかんぱん、アンジン、アンジン。やるしかないんだ。思ってたよりできる。だが硬いな。だからこうなる。オールマイトへの憧れや責任感が足かせになった。足かせ。年齢を感じさせない俊敏な動きで圧倒され、地に伏せる僕。一方グラントリノは僕にわずかなヒントを残し、のんびりご飯を買いに出かけてしまった。これが憧れオールマイトの死、グラントリノの元での職場体験の始まりだった。オールマイト。グラントリノにヒントをもらった僕、もっとワン・フォー・オールをフラットに考える。一体どうすれば。さあ。グラントリノにヒントをもらった僕、もっとワン・フォー・オールをフラットに考える。レッツ・ストーリー。グラントリノにアドバイスをもらった僕は、深夜の自主練でボロボロになっていた。朝ごはんの用意をしても、頭の中はワン・フォー・オールでいっぱい。たい焼きをうまく温められずに怒られてしまった。グラントリノの一言で思いついた。イメージは、電子レンジのたい焼き。これ。ああ、わかった。一部にしか伝わってなかった熱が。べんなく伝わるイメージ。全身常時身体許容上限 5%。 たどり着くまで随分早かったな。試してみるか。お願いします。お願いします。本気でと。さてどうするか。とりあえずは俺に一発入れてみな。フルスウルトラを放て。戦うしかないのならアタック。ワン・フォー・オールを全身に張り巡らせた状態、そいつを維持したまま動けりゃ今までのお前とは一線を画す。もう一度だ。打ってこい。攻撃を当ててフルスウルトラゲージを貯めろ。OK。Hey.いい動きだ。届け。やるね。よし、締めに一発打ってこいや。
フルスウルトラ2を放て。ショガ。マッタッパ。いい動きだ。うわ。そこだ。たーねぎらえや。いいぞ。僕にできることを。なんで何でバグ。ショガ。カミーゴルメン。僕にできることを。やるねあのすべてをてりゃーてりゃースマッシュスマッシュじゃないかウィーンやるしかないんだたった一回の思考で前回とは劇的に変わったさひょんなことから新しい技フルカウルを習得した僕使い慣れるにはまだまだ練習しなきゃその前に朝ごはん食べないとグラントリノにヒントだ新技フルカウルの特化フッストーリーショガ体験3日目ずっとフルカウルの特訓をしてもらっていた僕はフェーズ2ということで東京の渋谷へヴィラン退治に向かった時を同じくしてヴィラン連合の死柄木戸村とヒーロー殺しは飯田君のいるホス市に現れていたそして僕たちが新幹線で東京に向かっている最中それは起こった衝撃で止まる新幹線そこになんとノームが突っ込んできたノームノーム小僧座ってろ何が起きたなんだ今のこの街ホスだよなホスって確か飯田君の職場体験先ヒーロー殺しが現れた街でノームが現れている偶然にしてはできすぎだということはその二つがつながっている駆けつけた現場には飯田くんの職場体験先のヒーローがいたでも飯田くんは近くに見当たらなかったもしかするとヒーロー殺しを見つけてしまったのかもしれない無事でいてくれ飯田ヒーロー殺しが現れた街僕はホス市のとある事務所へ職場体験でやってきたこの場所で兄はヒーロー殺しに襲われた奴は一つの町で必ず4人以上に危害を加えているホスではまだ一人目だつまりヒーロー殺しはこの町に再び現れる可能性が高いその時は唐突にやってきた騒ぎを追っていた最中路地裏にその姿を見つけたのだヒーロー殺しあいつを必ずこの手でスーツを着た子供何者だ消えろ子供の立ち入っていい領域じゃないお前を追ってきたこんなに早く見つかるとはな僕はお前にやられたヒーローの弟だ
僕の名を生涯忘れるな。インゲニウム、お前を倒すヒーローの名だ。お前を倒す。死欲か、社会の顔面。 Go!兄弟このでセーフに備え、この腕で止まれ。この腕で素早く止まれ。バック甘くないね。バックこの腕で、さあ、おろたま即座に、この腕で勝てる即座に、よっと、素早く、論外なんだよ。忠告はした。おっと。この腕を加速する。それが信念か。やられるか。消えろ。この腕を出し加速する。ただ当然の犠牲だ。この腕を出せると即座に。いい覚悟だ。逃しはしない。もっと早く素早く躊躇なく。それが信念か。仕事にもない。聞いてから。仕事にもない。素早く KO 信念か。 KO だって。ここから本物のヒーローに。エクセレント。ニューストーリー。最高に立派なヒーローの弟だ。兄に代わりお前を止めに来た。インゲニウム。インゲニウム。兄弟か。奴は伝聞のため生かした。お前は弱いな。お前もお前の兄も弱い。偽物だからだ。黙れ悪党。兄さんは多くの人を助け導いてきた。お前が潰していい理由なんてないんだ。殺してやれ。目先の憎しみにとらわれ私欲を満たそうとするなど、ヒーローから最も遠い行いだ。だから死ぬんだ。じゃ、黙れ。黙れ。何を言ったってお前は兄を傷つけた犯罪者だ。セリア。ミドリア。助けに来たよ、イーダ君。新幹線に乗ってたらレッツストーリー。渋谷に向かう途中の新幹線、そこにヴィランが突っ込んできやがった。飛び出した先の街中で見たのは、同じように気色悪い姿をしたヴィランどもが暴れる姿だった。一般市民に手を伸ばすヴィラン、まずい、間に合うか。そう思った矢先、奴の全身を炎が覆った。驚き、なんでここに。
the dual key. ヒーローだからさ。存じ上げませんが、そこのご老人、俺に任せておけ。老いぼれ扱いとは偉くなったな、トドロキ。さて、ガチ戦闘は何年ぶりかな。レディークラッシュ。腰の蹴り、なめんなよ。見えてるぞ、報酬。ヘイ、ファイト、セイフ。あ、おじけづいたか。撃った。え、報酬、置いてもらう。一だけか。アウイリ、どいてもらえ。なっ、何を企んでる。報酬、アウイリ、報酬、フェイスタイム。間に合わんぞ、報酬。反応できるか。加減はせんぞ。おとなしくしといた方が身のためだぜ。ズラズラルースルタ。久々だと加減がな。ウィー、時代は熱々よ。アメージング。道路割っちまって、久々だと加減がな。チッ、なんだ、やるじゃないか、ご老人。ショートなやつ。ご老人は今から言うアドレスへ向かってくれ。そこにうちのショートがいるはずだ。この場で起きている騒ぎは轟に任せ、俺は轟の言う地点へ応援に行くことにした。よっしゃ、見つけた。レッツストーリー。よかった、ビンゴだ。路地裏をしらみつぶしに探してきた。僕一人で時間を稼ぐ。ヒーロー殺しを退ける。仲間が助けに来た。いいセリフじゃないか。だが俺はこいつらを殺す義務がある。ぶつかり合えば当然弱い方が淘汰されるわけだが、さあどうする。どうする。やめろ、逃げろ、言ったろ、君には関係ないんだから。そんなこと言ったらヒーローは何もできないじゃないか。オールマイトが言ってたんだ、余計なお世話はヒーローの本質なんだって。余計なお世話だとしても。はあ、いい、レディー、一気に懐へ。時間も無駄だ。論外だ。助けるんだ。ポン。こんな。あ、ファッキンヘル。
この勢いで。そこだ。タッチ。これなら。やあ、そこだ。覚悟だ。衝撃は。論外だ。この勢いで。つなげ。論外だ。消えろ。で、下げ。そこだ。はい。衝撃は。ファック。まだだ。どうする？ I can do it. たすけるんだ！アタック！ダイ！カラスウルトラ！信念か。貴様！ウィー！本物のヒーローになるんだ。ヘクセルストーリーズ。通じた、通じたぞ、フルカール。体がパワーが足りない。だが動きは悪くない。確実に仕留められるよう画策した。そういう動きだった。口先だけの人間はいくらでもいるが、お前は生かす価値がある。こいつとは違う。ミドリア、こういうのはもっと詳しく書くべきだ。遅くなっちまっただろう。遅くなっちまった。レッツストーリー。ミドリア、こういうのはもっと詳しく書くべきだ。遅くなっちまっただろう。トトロキ君、なんで君が。それにその個性。数秒意味を考えたよ。一括送信で位置情報だけ送ってきたから。お前なら意味なくそんなことはしねえ。なら応援呼べってことじゃねえかって。トトロキ君、そいつに血見せちゃダメだ。ダメ、血の蛍光摂取で相手の自由を奪え。みんなやられた。いい友人を持ったじゃないか、インゲニウム。ヒーロー殺しか。かっこいい。いい目だ。相当危ねえ橋だが、二人で守るぞ。やっ、隙は見せねえ。ヘルメツか。論外だ。遅い。崩せるか。よし、このままじゃやべえ。ミドリア、この調子で肩をつけるぞ。ギト、レディークラッシュ。この野郎、エンデツか。まずは右。貴様、氷結。甘くないんだ。あら、今行け。ごめん。肩をつける。エンデツか。音外だ。止まれ。氷結。このタイミング。凍結か。まずは右。俺の力だ。凍結か。論外だ。いや、遅い。今行け。止まれ。まずは右。はい、まず俺の力だ。凍結か。
まさか右凍結する。それが好きな剣刀死ぬ剣術か貴様、いい覚悟だ。まさか凍結する。氷結論外だ。剣術かそれが信念か。氷結燃やし尽くせ。いい覚悟だ。凍結する氷結貴様、それが信念か。間に合え。落胆させるな。いい覚悟だ。氷結KO! No! Aku pengen plus ultra yang habis. Please! Apa kalah? Jidai Sakugo no Genri Shugi da. Yamete hoshi kereba tate! Ore ga omae ni ieru hitokoto. Naritei mon chan to miro!遅くなっちまった。遅くなっちまった。僕は彼らの足元にも及ばない。ヒーローを名乗る資格などな。レッツストーリー。なりてえもんちゃんと見ろ。お前の言う通りだ、ヒーロー殺し。僕は彼らと違う。それでも今ここで立たなきゃ。ミスブロー、バースト。二人にこれ以上血を流させるわけにはいかない。感化され取り繕おうとも無駄だ。人間の本質はそうやすやすと変わらない。ヒーローを歪ませる社会のガンだ。誰かが正さねばならないんだ。それでも折れるわけにはいかない。俺が折れればインゲニウムは死んでしまう。論外。この勢いに論外だ。で、仕留める。そっか。この勢いに論外だ。遅い。まだだ。仕留める。次。止まれ。この勢いに。この勢いに。論外だ。この勢いに。論外だ。止まれ。覚悟だ。恐れろ。そこだ。それが信念か。不意打ちだ。いい覚悟だ。いけ、これなら論外だ。カビン、これも。スライム、この勢い。方針か。それがさらに向こうへ。了解だ。助けるんだ。考えペースウルトラ。信念か。Win! Iyalah, Stephen. 本物のヒーローになるんだ。
今は。ありがとう、トドロキ君。レシプロエクステンド、ワンフォール、クリスクル。今は行け、足が、拳が、あれば。I'm pushed to Amazing. Amazing. から一夜明け、僕たちはホス総合レッツストーリー。その後、ヒーロー殺しステインは捕まり、僕たちはホス総合病院へと搬送された。個性を無断使用した僕らは本来なら規則違反で処罰されるはずだったが、ホス警察署長面構えさんのご厚意で僕らがステインに襲われ、エンデバーに助けられたというシナリオで世に公表された。思わぬ形で始まった路地裏の戦いはこうして人知れず終わりを迎えた。ただその影響もまた人知れず僕らを蝕んでいた。気取りはいずく、まったく。とりあえず体が動いちまうようなとこはお前そっくりだよ、年寄り。申し訳ございません、私の教育が至らぬばかりで。いやいや、おかげにあんまりやがい。お前のことをけなげに憧れているあの子にも檻を見てしっかり話しといた方がいいぞ。お前とワン・フォー・オールにまつわる全てを。ヒーロー殺し、奴の思想は拡散し、感化される人間が必ず現れる。そして着実に外堀を埋めて己の思惑通りに状況を動かそうというこのやり方。もしも死柄木弔にバックがいて、ここ先代ワン・フォー・オール所有者志村を殺し、年寄の腹に穴を開けた男、オール・フォー・ワンが再び動き始めたと見るべきだろう。オールフォーワン、レッツストーリー。ホス事件から数日後、僕はオールマイトに呼び出された。伝えられたのはワン・フォー・オールの原点とその役目について。それは他者から個性を奪い、そしてそれを他者に与える個性、オール・フォー・ワンからワン・フォー・オールが生まれたこと。世を思うままとし、悪の支配者として君臨したオール・フォー・ワンが今も存在し、そして代々ワン・フォー・オール継承者が彼と戦ってきたこと。5年前の戦いで私の代でついに奴を討ち取ったはずだったのだ。奴は生き延び、ヴィラン連合のブレーンとして再び動き出している。アルフォー・ワン・トゥ・ヤン・ヤン・ジャー・テイス。
el Mike Mike kalau el Fogwane sudah mati. Ternyata belum. One for all wa iwaba All for one wo taosu tame ukezugareta chikara. Kimi wa itsuka yatsu to Kyoaku to taiketsu shinakereba naranai. Koku na hanashi ni naru na. All Might no tanomi. Nani ga nan demo gotaimasu.あなたがいてくれれば、僕は何でもできる。言うんだ、オールマイトよ。言わねば。違うんだよ、緑谷少年。私は、多分、その頃にはもう、No, man. 君のそばにはいられないんだよ。ありがとう。彼は決意を固めていってくれた。頑張りますと。私と一緒なら僕は何でもできると。彼の信念を、成長を感じ嬉しかった。じゃあ、どうやら、ランジュティー、バイバイ。奴が再び動き出した今。